海底をゴロゴロして暮らしているコバンザメ、発見される。コバンザメは他の生物にくっついて餌のほこぼれをもらって生きています。しかし、マグロ養殖場の近くに住んでいるコバンザメは、海底でゴロゴロして全く動こうとしません。彼らはすぐ近くから養殖場のマグロが食べ残したものが流れてくるので、自ら狩りをする必要もなく、海底に寝転んで楽な生活をしています。 今では数百匹ほどの群れがブータラの毎日を送っているようです羨ましい限りですがなんとなくディストピア感を拭えないような気がしますね